G1 のね、連続っていうのも一息ついて、まあ、今週は、京都に舞台が変わって、まあ、開幕週マイラーズカップ行われるわけですけども、例によって調教についてのお話をしていこうかなと思いますが、どちらからいきましょうか。じゃあ、ハンドの方からいきますか。お願いします。バラエティに飛んで2、4、8から9とぐらい起きたのかな。まあ、だから厳選していこうと思うんですけども、やっぱり一番魅力を感じたのはフィエロですよね。4ヶ月間空いてるんだけども、まあ、追うごとにやっぱり体の筋肉の陰影みたいなのがくっきりついてきたし、まあ、朝一番もう引っ張りきれない、もう馬がこう行こうとして懸命に抑えるぐらいのね、そういうやっぱり気性なんで、トーン掛けはもう大丈夫だと思いますね。ディープでもやっぱりマイル以下の体つきの脅威がすごく広くて、この写真とか見たら首がやっぱりすごいね。フィエロの首って普通のこうなんていうのスーっていう感じじゃなくて、もう首の筋肉がこういう感じで外側に出っ張ってるからね、この辺がやっぱスピードタイプの体だと思いますね。いいと思いました。それからヒストリカルもね、この前の時ね若干こう時計も地味だったし、動きはねあんまりそこまでじゃないなと思ったら、やっぱり結果的にも成績にも3着ってちょっとまあ期待された分ほどは動けなかったです。調教師さんの確かコメントの中でもこのまま追い切りの動きとレースの結果は結構直結するタイプだからということで、まあ、今回はやっぱり上がり重点でも重馬場でね早い最後のラップ叩き出してグッと先着して反応は非常に良かったんで、おそらく体もね前走よりは引き締まって出てくるのでね、まあちょっとやっぱり注意が必要かなっていう馬じゃないかなと思いますね。まあ、みんな注目してるグランデツアー、確かにね前週より今週の方がずいぶん良くなった。で体がやっぱり発表通りなんかちょっと太めなんで、最終週でも思い切りやるっていうようなね先生のコメント通り最後までもう目一で追ってきたのがグランデツアーですね。まあ、これでだいぶアップするっていう感じがするんだけど、いつもだったら1週前までに割とこういい動きをしてて投手は余裕の仕上げみたいなのができてたから、そのちょっと仕上げ方の違いっていうのがね若干こう心配かなというところはありますね。ちょっといつもとは違う感じ、そうなんです、余裕を持ってっていうところはないんでね、まあ、当日あんまりプラス体重だったら割引だと思います。なるほど。あと穴っぽいところはやっぱ3列目じゃ、これも一級入魂タイプで、まあ、一レース一レースに力を出すからそんなに休んでてもあんまり関係ないかな。で強い攻めもねいらない、あんまり強い線もやらないのにね、割と筋肉のつき方っていうのも変わってこないので、ね、ちょっとね、長距離だとね、ちょっとあれどうなのかなって思っちゃう。やっぱりいつも通りのまっすぐ系の体してるんで、まあ、ダイヤメジャーよりちょっと小ぶりなんだけども、このお父さんの良さっていうのは非常に持った馬でね、追い切りでもやる気満々でした。まあ、ハンドで厳選したらそんなところかな。あとはコースのゴールデンスミー厩舎のコメント聞きたいですね。まあ、コースはそうですね、スミー厩舎さんとともね、シーフトで降りていったんですけど、みんな、時計も同じような時計で出てて、で追い切りもこの厩舎らしく、ゴール過ぎてぐらいからこうちょっと、仕掛けるっていう感じで、まあ、動き自体はね3頭とも良かったんですけども、まあ、その中でも一番よく見えたのはディアデラマドレかなっていう感じですね。まあ、去年のね、まあ、クレのこの成績を見ても、まあ、馬自体がちょっとこう充実してきたかなっていうのはありますし、全然こう普段もねうるさい仕草見せることもなく、どっしりと、まあ、性格性気象面でもこう落ち着きがあってね、本当にまあ競走馬としてこう完成されつつあるのかなと、まあ、ちょっと去年のね暮れ以来のレースなんで、まあ、100% の仕上げではないと思うんですけども、それでも十分にこう力を発揮できる状態にはあると思います。はい、で、鈴木に良かったのはブルーキーですね。これもちょっと、リフレッシュな報告を挟んで、まあ、馬、ね、毛色もそうなんですけど、すごいよく見せるんですよね。確かにね、毛艶もピカピカで。一周前のタッチサクシーでも、毛艶は抜けていいなと思うようなね。体つき見ても、見るからにバネがありそうというか、まあ、実際浮きでもねすごい、軽やかな走り見せてたんで、まあ、この馬もねかなりレベルの高いレベルの中でこういい状態になるのかなっていう
ところですね。でエキストラエンドは、まあ、3頭の中で一番、ね、感覚がレース感覚が詰まっているっていうのもあるんで、まあ、大きな上積みっていうのはどうかなっていうのがあるんですけど、これも、ね、しっかり追い切れてますし、うん、出来落ちはないのかなって思います。で、うん、住み厩舎以外でタガノグランパが、まあ、合わせたラストインパクトが動く馬なんで画面から消えていってたけどね、仕方ない面はあるんですけど、ちょっとね、まあ、先行してた割にはこう、うん、並ぶ馬もなくかわされてちょっと淡白な感じがしたんで、うん、まあ、もしかしたらこうコンスタントに使われてるっていうのもあって、ちょっと、まあね、調子のいい時から比べると、うんうん、まあ、状態がどうなのかなっていう不安はあります、うん。まあ、コース組はこんな感じですかね。わかりました。ちょっと阪神のね、あのちょっと道のタフな、なんかああいう馬場から一気に京都に変わるっていうから、頭も切り替えが必要だよね。そうですね、ちょっとね、馬場状態とかもね、まあ、歩き変わってくるんで、うん、まあイメージとしてはね、おそらく開幕週なんで芝もかなり生え揃って、一気にちょっとこう時計勝負とか瞬発力とか求められるのかなと、まあ、個人的には思ってたりもしますけど、まあ割とね、いわゆる有力どころ、あの機敏に動けそうな仕上がりにはあるかなと思いますので、あとはこの後のね大舞台踏まえてどうなんだろうとか、まあ、その辺とかね考えながら予想していこうかなと思いますが、こんな感じで締めさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました。